今から命令をする。地球の子供たちを片っ端から捕らえてくるんだ。そして地球の子供という子供を人質にするのだ。分かったか？小僧め、よくも俺たちの計画の邪魔をする気だな。俺たちの恐ろしさを教えてやる。
ら強いんだから。あんなやられるもんか。そう、負けるもんか。なかなかやるな。試合だと？あ、星くんしっかり！あ、すげえジャンプ力だ。全得点か。チェッ、くそー。泉君、頼みたいことがあるんだ。ちょっとどこまで行くんだい。一度でいいから君の変装するところ。どうして君も憧れているんだ。チャージマンケニー。さあ、早くチャージングゴーを見せてくれ。でも、いくら友達でもそれだけは。だから人目につかないここまで来たんじゃないか。一回きり見せてくれれば、それで僕は満足するんだ。お願いだから。ねね、いいだろう。でも、みんなが真似すると僕、困るから。僕、絶対喋らないよ。だから、ね、見せてくれるかい？うん、一回きりだからね。いやバカにしないでくれ。君のはもっと格がいいやつだ。星君、チャージング号は見せ物でもないし、そんなむやみに使うことは許されないんだ。そんな、一度くらいいいじゃないか。じゃ、僕悪いけど、先に帰るよ。チャージマン剣、待て。お？あ！驚いたか、剣。このまま帰れると思っているのか。しくしょう、おかしいと思っていたらやっぱり。よーし、お望みとあらば見せてやろう。チャージンゴー。
ね、また転校してしまったんだ。大丈夫だよね、僕がいるもんね、キャロン。バルカンなんか嫌い、大嫌い、大嫌い。ひよ。好きかい？うん、大好きさ。おやも大好きでギス。そうかね。あなたがボルガ博士ですね。君たちは来てください。あ、行こうよ剣坊、もう映画が始まっちゃうよ。バリカン、先に行ってて。ん？話せ、何をする。に建設している海上工業都市の設計者である西ドイツのボルガ博士が、今夕工業局の局長をはじめ科学の権威である吉坂博士など日本を代表する学者十数名を招いて宇宙局大ホールでレセプションを開くことになりました。嘘だ、ボルガ博士はあの時。憲法を取ったの？なんだか顔色が変よ。あれ？レセプションはもう始まっているな。あと30分で日本を代表する学者たちが吹っ飛ぶわけだ。まさかボルガ博士が改造されてるとも知らずにな。元気かね。え？そういうことだ。知らないな。もう一度。皆さん、そこにいるボルガ博士は偽物です。まさかんな、まさかんな、高か。ケン君、何を言うのだ。吉坂博士、僕は見ました。本物のボルガ博士がどこかに連れ去られるのを、ここにいるのはきっと。ケン君。鏡に映っている。奴らは鏡に映らないはずだ。すると、そんなバカな。あんまり皆さんを驚かすものじゃないな、坊や。ケン君、今日は帰りなさい。頭の中に爆弾が。チャージゴー。何をする。ボルガ博士、あなたは殺されたんです。その頭の中に爆弾を仕掛けられて、今のあなたは人間ロボットなんだ。
ボルグ博士、お許しください。うわそうなボルガ博士、でもこうして海上工業都市は立派に出来上がりました。きっと空の向こうから見ていてくださってるよ。ええ、それじゃあ泉君、今のところをもう一度やってみたまえ。はい。すいません。いいんだよ、間違えそうになったら。ほら、あれをご覧。いいか泉茶郎、わしの言うことを聞くのだ。今夜3時お前の兄さんを殺すのだ。わかったな、わかったら今日はもうお帰り。はい。アジマンケンを殺すのだ。君の兄さんは悪い人間なのだ。君の手で兄さんを殺してしまうのだ。つまみ食いは格別美味しいや。あや。今俺どうしたんだろう。よし、行ってみよう。するんだ。よし、危ないじゃないか。何をするんだ。悪い人間は殺してやる。待って、お兄ちゃんは悪い人間だ。キャロン、気でも狂ったんじゃないのか。おい、あ、キャロン、殺してやる。キャロン、よし、危ないじゃないか。キャロン、やめなさい。話してよ、お兄ちゃん殺してやる。キャロン、一体どうしたの？わからないわ。ピアノが聞こえてきて、3時になったら先生がお兄ちゃんを。そうか、キャロンはそのピアノの先生に操られていたんだよ。これはきっとジュラル星人の仕業に違いない。今頃はあのチャージマン犬もあの欲。そう簡単に殺されてたまるものか。あ、チャージマン君、さてはキャロンのやつ。そうよ、私の大事なお兄ちゃん殺せしないわ。そうやってまえ。
星人が総攻撃をかけてきた。死者は世界中数えきれません。緊急報告、ただいま海底パトロール隊が日本海溝 Z 地区 B 区域に巨大な未確認基地を発見しました。何、基地を？間違いない、きっとそれこそジュラル星人の基地だ。皆さん、僕がすぐにそこに行ってきます。ケン君、後で後援軍を送るが早く調査を頼んだよ。はい、博士。ケン、気をつけるんですよ。お兄ちゃん、頑張ってね。ケン坊。皆さん、僕は地球のため、全人類のため、戦ってきます。ケン。今日こそジュラル星人の最後だ。これでお前たちにもいかに人類の力が弱いかが分かったであろう。標的はチャージマンケン一人、それも訳はない。チャージマンケンが基地を目指して突進してきました。何、こしゃくな。よし、飛んで火にいる夏の虫と見ていろ、チャージマンめ。あ、あれは、だな、チャージマン、それ。どうい、気づいたよ。の魔王ケン、よく来たな。今日こそ貴様の命を。応援ありがとう。
こうしてチャージマン剣の活躍により地球侵略を図ったジュラル星人も全滅し、再び地球に平和が戻ったのです。